第3代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシル第2次ソールズベリー公爵内閣は1886年7月から1892年8月まで続いた保守党党首第3代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシルを首相とするイギリスの内閣である保守党単独政権だが自由統一党が格外協力していた 1886年2月に成立した自由党政権第三次、グラットストン内閣はアイルランド自治法案を議会に提出したが、保育貴族の領収ハーティントン公爵、スペンサー・キャベンディッシュや、新旧新派の領収ジョゼフ・チェンバレンら自由党内、アイルランド自治反対派が強く反発した。彼らは自由党を離党して、自由党一党を結成し、保守党と連携して、 アイルランド自治法案を庶民院で否決に追い込んだ。グラッドストーン首相は1886年6月から7月にかけてアイルランド自治の是非を問う解散総選挙に踏み切ったが、保守党316議席、自由党196議席、自由党一党74議席、アイルランド議会党85議席という自由党惨敗の結果に終わり、総辞職を余儀なくされた。 一方、保守党も単独過半数には届かなかったため、自由統一党がキャスティングボートを握った。保守党党首第三代ソウルズベリー公爵、ロバートガスコインセシルは、自由統一党党首、ハーティントン公爵に保守党、自由統一党連立内閣の首相になってほしいと打診したが、ハーティントン公爵は、チェンバレンの自由党帰りを警戒して、自由統一党は、 格外協力に止めたいと返答した。その結果、1886年7月25日に、ソールズベリー公爵が、ビクトリア女王より組閣の対面を受け、保守党単独内閣を組閣することになった。しかし保守党は単独過半数を持っていないため、その政権運営は自由党一党の格外協力に依存していた。自由党一党の二の一人チェンバレンは、 ソールズベリー公爵内閣の一般政策を支持する見返りとして地方自治の農村への拡張、土地改革制度推進を要求した。これがソールズベリー公爵が保守的でありながら一定の政治改革を行う背景となった。1887年には閣外のチェンバレンの後押しで労働者配分地方を制定して農業労働者への定理での配分地を推進した。 アイルランド政策はアイルランド担当大臣アーサー・バルフォアが主導した。1887年8月にはアイルランド強圧法を制定し、アイルランド独立運動を激しく弾圧した。同時にバルフォア法を制定することでアイルランド古作農の土地購入を推進した。1888年には地方自治法を制定し、 イングランドとウェールズを行政州や特別市に分け、それぞれに大義制の衆議会を設置した。1892年には、チェンバレンの後押しで小農地保有法を制定し、小坂みのりの土地保有を推進した。内閣発足当初は、初代イデスリー伯爵スタッフ,フォード・ノースコートが外務大臣だったが、人のいいイデスリー伯爵では、鉄血最小の異名を取るドイツ首相。 オットーフォン・ビスマルク公爵と渡り合っていくことが困難だったため、ソールズベリー公爵は1887年1月にも彼を更迭し、自ら外相を兼務した。植民地問題でのイギリスの孤立を恐れていた、ソールズベリー公爵はビスマルクとの連携を重視する外交を展開した。ビスマルクの進めに従って、 1887年2月から3月にかけてイタリアやオーストリアと秘密協定地中海協定を締結し、イギリスをビスマルク体制の中に入れた。加熱する列強のアフリカ分割に積極的に参加し、王立にジェール会社や南アフリカ会社など貿易と植民の独占権を与えた直居会社を次々に創設した。また、 ナイジェリア内陸部への武力進行を推し進めた。1889年には海軍力世界第2の国と第3の国を合わせた海軍力より巨大な海軍力を持つという二国基準を定め海軍増強を目指した。1892年6月末の解散総選挙は自由党274議席、保守党269議席、 アイルランド議会党81議席、自由統一党46議席という結果になった。これを受けて、第二次ソールズベリー公爵内閣は退陣し、8月18日に、自由党政権第4次、グラットストーン内閣が成立した。ありがとうございます。